ほら、舐めてんじゃねえぞ。バビー様に歯向かうつもりか。そんなわけでショックカードでやることにしたぜ。敵上もマッチングしないししょうがないね。え、雑魚バリバって一年やってなかったし、エイジと変わんない実力だから大丈夫でしょ。それに割とカオスなことに、敵上がマッチングしないからサブカでエイジに行っている人も結構いる。つまり敵上クラスとエイジクラスがごちゃ混ぜ状態。いやーランテランテ、それただの雑魚バリじゃねえか。ちなみに相方3球連勝してました。絶対エイジクラスの実力じゃないだろ。私も人のこと言えないんでね。ブランク相手もなぜか体に染みついているそうさ。さっきも言ったけど、一年放置してたからバナパスカード財布に入れてなかったのね。ゲーセンに6月とか持ってきたくてに肝心なの忘れた。アホだな。新しいの買ってデータ移行しようとしたんだけど、前回に対応してなかった。旧カードしか使えないわけか。私は非常に悩みました。また数時間かけて車で取りに戻るか、今日はやめるか、また違う日に来よう。しかしそれができなかった。なんで？究極バトルが終わってしまうんで。次の究極まで待てばいいぜ。ほら、前回の動画で取りに行きます宣言しているから、自分で墓穴を掘ったわけだ。だから取りに戻ったぜ。きっと面倒だったわ。だから皆さんは忘れないように。そしてエアでも6月高かった理由が他にもあったんだ。うん？今回の動画で月200本目なんだぜ。やったな。これまで前回以外の動画も投稿してきたけど、投稿するきっかけになったのは前回バトルだから、記念すべき節目も前回の動画で飾りたいなって。その節目のキャラが何ですここ。ナスパターンは激上でマッチングしないから取れなかっただけ。その代用品でスポコにしたのさ。ただ見ているだけで200回目に登場するスポコすごいな。最近スピードラン系多いけど、前回の動画も挟みながら多分投稿することになるのでよろしくお願いします。よろしくなんだぜ。そして私の動画投稿という趣味に付き合ってくださる方に感謝します。開幕少しずつありましたがなんとかなってますね。思い出したかのように実況を再開する。先ほどまで味方だったが優勢、ここは連勝を止めさせてもらうぜ。よかったな。風呂でも入ってくるか。上州ヘビーがベジータを襲う。あれ自分でも未だに避けれる気がしない。ちなみにアラートを長く鳴らさないように盾を取り替えてます。このクラスでそこまでするか。もう捨てみたいなものです。隣の破壊神テンションゼロだけど大丈夫かな。どこでのハゲが開幕すって逃がしているからなんだよな。もうベジータ君を倒す時が来たようだ。このゲーム、状態異常が強い。ガーベラといい勝負です。たまらず神が起爆をしよう。追いついていたけどしょうがないね。混乱に乗じてラリアット。これはひどい。さっさとリンチしましょうね。エネルギーがストック回収できたので OK。このベジータ君は強いので私が張り付かないと負けます。オーラに消されるって知っているよね。と忘れしてました。まだ起爆を持っていたようです。使わせたのはでかい。テンション回復でまだ粘れそうだぜ。相方が落ちたので少し粘ってみます。無理だったな。なんかやったぜ。え？バビリー様にさっき連勝を止められたやつともう一回マッチングする。ひどいと捨てられるんだぜ。そういう時は悔しいの悔しいのって煽ると面白いです。今回も悪意あるマッチングだな。即してしないところにいるとばかりゲームだからと理解されているようです。感情に流されないある意味本当に強い人だな。私も連勝を止められた人とさえマッチして味方に来ることがありましたが、しょうがないと割り切ってました。そうでもしないとやってられない。基盤が確実に来ているのを確認してから投げ、でないとしたヘビーアタックで吹っ飛ばされます。このベジータ君周り見えてますね。普通にうまいです。アラート鳴らして追撃させないよう仕向けます。この時点でベジータ君がバーダックを見ているのがわかります。回す気満々だな。オーラの強みを活かしてますね。当たり当てないイージーフォー。もしかしたらかすって落ちてこないかなって思っただけ。
球で牽制してようちに。急いで投げるのも手ですが相方がそばにいるので、援護もします。あららバーダックが来ちまったんだぜ。何もせずに守ります。ここでツープラにすると捨てられます。全員が全員捨てるみたいな言い方やめろ。そうか、バビディ様。バビディ様に歯向かうつもりか。位置調整して背後からマダンを打てるように移動。やったぜ。黒でも食ってくるか。黒は食い物だった。まずいですよ。相方がリンチされてしまう。間に合ってよかったな。投げられているのでガードしておきます。NH かネとかやらしい技術です。ただ私には通用しないのだ。読みが勝っただけですけどね。こうなることも想定済みでした。あわよくば相方が抑えてくれるかなって思っていたけど。ナイスキバクガリ。また相方がピンチ。どうも上派生にして時間を稼いだようだから大丈夫そう。見る方をはっきりしないとな。そうね、マルカンされる可能性もあるし。なぜか投げ酒ができる。練習したでしょ。それが一戦目が初対人戦だったのよ。やっぱり身についているとしか思えない。これはめくれるやつなので続けて攻撃。ここではフッ素強化するのが強みだから、限界まで食いましょうね。残り2つは破壊神にプレゼントしようと思い保留。で、光は絶対に逃さない。テンションもあるし暴れましょう。いや、振り方よ。もう勝ったので次。ゆっくり疲れたので終わります。最後までやれよ。他の動画もあるし。ではまたお会いしましょう。Let me do some.